道内は昨日の記録的な暖かさから一変、気温が急降下しています。明日にかけて日本海側では猛吹雪となる見込みです。留萌市内、海からの冷たい風が吹いています。岸壁には白波が押し寄せています。道内は真冬並みの寒気が流れ込んでいる影響で、上川町では午前11時でマイナス 0.6 度など気温が急降下しています。これから荒れるから今冬の備えをして除雪機とか直したり。うちも古いからね、あんまり吹けばね屋根でも壁でも落ちるんじゃないかなと思ってるけど。日本海側を中心にすでに雪が降っていて、札幌ではこの後雪が降り始め、吹雪く時間帯もありそうです。断続的に雪が降り、明日朝までに手稲区など多いところで15センチから20センチの雪が降る見込みです。今夜から明日にかけて日本海側は猛吹雪となる見込みで、交通障害などに警戒が必要です。